はい、こんばんは、ぐっさんです。これ先に現地入りしたヒロックスさんの収穫です。なんか真ん中にね、ごついメスがいるんですけど、はい、同じく先に現地入りしたセブンさんの収穫やべえ何やってるんすか。ちょっと大変ですよこれ。オークは大志2匹とメスで、これヒメオクワガタ。昨日は激アツでしたよ。ちくしょう僕今到着したんすよいやもう8月も中旬なんでね、残された時間は少ないっすよね。秋の虫がいっぱい出てきちゃってる。なんかこういう隙間に挟まってたらしいですよ。こんな感じで挟まってたみたいですいいな、これ電柱の横のパイプなんですけどね、オオクワガタ伝統に飛んできてて隠れる習性あるんで、じっくり見た方がいいですよね。ですね。コクワガタいましたね。可愛いですね。よし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 。いや、橋の街灯はここは取り分けおっかないですね。マグゾちゃんがいまして、もうカナブンサイズのプリティー。この街灯の下ですね。ここ前回新しく見つけた場所ですね。うわー怖いでちゅー。こんなとこ一人で来れないっすよね。わーびっくりした。何これ、オオクワガタもちょっとヒロクスさん、あれオオクワに見えないっすか見える幻覚を見ちゃったよ。厳しいっすね。昨日4匹も見つけたとか、もう信じられないぜ昨日来てればな、グッサンがヒーローになってたのに。今日生まれません。あ、マジっすか今ちょっと運転しててチラッとクワガタが見えたんすよくそでも内視が面白い形してますね、うん、なんかあれだな、顎がストレート、うん、見てくださいよこのノコギリの顎、まっすぐっすよ。なんか不自然な形してる。なんか昨日ここでオオクワガタが見つかったそうで、今年僕何回か見てるんですけど、まあ、全然いないと。ベビーサイズのヒキガエルですよ。これ超かわいい。よし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 。あ、背後でバチンって落としたんすよ。もうブラックダイヤモンド。ケムクジャラだぜ。危ねえ、跳ねちゃうとこだった。マグソ、あ、いててててマグソチアンがいました。血を這うものですよ。これベロペロペロ出してるの、匂いの分子を集めてるんですよ。カブトだね。ほらこれ、オークはよく見つけてるポイントなんですけど、よく見るとクワガタがつきそうな木がいくつもあるんですよね。次第にね、あの街灯も LED になっちゃってる、来てるんでね、樹液採集をメインに移行していこうかななんて考えてるんですけど。おー、なんかすげえ可愛いんだけど、この触覚はなんでこんな形してるんですか。オスの触覚はメスのフェロモンを拾いやすいようにこうやって扇状になってます、あ、これで種を判別するんですね。そうです、メスの方はこういう扇状にならずに、あの細い触覚してますね。よく知ってるぜ。いや全然ダメですよ。なんか僕が来た途端オクワがいなくなっちゃったみたいで昨日の今頃はもう3頭オクワを捕まえてたみたいです時間的になんてだよ今年の俺のオークワの目標が大志のオスを取るなんだけど、1日でそれ2匹捕まえてしまうという自慢じゃないですけど、自分が取るとき大志が多いですね俺ちっこいのばっかなのにそう、やっぱあるんだよ俺、人間がちっちゃいから。決めようでかかったじゃないですか。あ、本当だああ。はあ、
軽く街頭採取をしましたけど、ダメでしたね。まあ、まだ採取は始まったばかりなので、明日から頑張ります。おはようございます。今日は頑張ります。アブが車の中に入っちゃった。アブ。前回あのフィールドワークをした場所にあのセブンさんを連れてきました。何もいなかったですね。すごくいそうなんだけど。ちょっと前に僕映画でプレデターとかいうのを見たんですよ。あのアーノルド・シュワルツェネッガーのなんかいそうですよねこれ例の水ならですね。到達した穴開いてないですね穴が開いてない。ダメっすか。今あのめくれとかって言うけど、ああ樹液が出てないですね。ああ樹液が出てないみたいですね。ああ姫オクワガタのでかいオス捕まえたところに来ました。今ね時間が午後の2時半ですね。見た感じ全然いないです。ちょっと時間を置いてからまたここに来ます。夕方まで時間あるんで、お肉はのメスを探しに来ました。今まで見つけたことないんですよね。あ、そういえばないですね、お肉はのメスね。はい、オスばっかで。お肉はの発生時期ってどれぐらいなのかよくわかんないけど、あんまり早い時期は見かけないですよね。なんかこの柳手で叩いたら赤足を落っこしてきました。赤足のメスちょっと嬉しい山ナメクジがイチャついてる。でかー。なんかこの山ナメクジ、ウミウシと同じで生殖器を刺された瞬間オスとメスがね決まるみたいですよ。昔ここでオニクワガタ何匹も見つけてるんですけど、いないな。いやー倒木の上ずっと歩いてきたんですけど、いなかったですね。お肉はいなかったですねもういや、お肉は5時手前ですね。戻ってきました。出てきているのでしょうか、ヒメオクワガタたちは。いやー柳調べてるんですけどいないですね。ここなんか人がね入ったような跡あるんですよ。でよく見ると足跡が結構新しい足跡ですね。熊の足跡っぽいです。昆虫バトルが始まりそうですよ。 ING と TNB。 なんかいつも出てくる時間帯なんですけど今日は全くいないですね。でなんか台風が迫ってるんですよ。もしかしたら気圧とかそういう関係でね出てこないのかも。時間帯的にあのねヒメオクワガタとか移動してると思うんで、路上をちゃんと確認しながら山を下ります。今帰る途中だったんですけどクワガタが歩いてるの見えたんですよ。これおい来たヒメオクワガタやっぱり来たよ。コンプしましたね今下ってるんですけどまたいましたよ、歩いてんの。あ、深山じゃないですかでっかいと思ったら。夜のね11時ですね。あの山から降りてきて休憩してたんですけどセブンさん起きないからちょっと置いてきちゃいましたぼっち採集です。ノコいますね、ノコ。メスいました、メスメス。
ついに僕もやりました。メスですけど嬉しいです。僕が見つけるのは今年ね初めてですね。いや良かったです。あちなみに場所はね、一昨日セブンさんが見つけた場所の、すぐ隣の街灯ですね。まあ、僕は1匹しか見つけてないんですけど、セブンさんが3匹ですね。でヒロクスさんが1匹、ヒロクスさんも離脱しました、用事があって、うん、でそうですね、この僕が見つけたやつとセブンさんが見つけた大志と、あとヒロクスさんが見つけたメスリリースします。でこちらはセブンさんが持ち帰るみたいです。類大飼育をするみたいですですね。なんだかんだしてなかったんで、僕はたちリリースします。見つけたところとちょっとだけ離れてるところなんですけど、ここが多分一番見つからないと思うんで、これですね、 1,2,3 匹、僕はたちなんとかうまく生き抜いてほしいですね。今回あれですね、なんか木にくっついてた個体が多いらしくて、なるべく見つからないように上の方にかけときましょう。あ、落ちた落ちたあれ僕はのオス落ちましたね、見当たんねえ。あれまあいいでしょうちゃんとリリースしたんでですね、うん、あーやばいよ、帰り途中眠くなって事故ったりしたら。いや、それはまずです。